はいどうもコミです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしたいというふうに思うんですけども、今日はですね、ドラゴンとドラゴンライダー、これを見ていこうというふうに思います。もういろんな動画で結構この組み合わせは紹介されていても最強だって歌われていると思うんでね、試したことがある方もいらっしゃると思いますし、少しね、遅かったかなっていう気もするんですけども、まあ、今日は私が使い込んでみて、まあ、どういう形で使うのが、効果的なのかなといったところを、まあ、自分なりにまとめていこうというふうに思っています。で、これジョーカーさんがおっしゃってたんじゃないかなと思うんですけど、この組み合わせって、ソラ版の、ディガホグだっていう言い方をされてたかと思う。ね。で、まさにもうその通りだなと思っていて、組み合わせとしても、その、コンビネーションがまさにまあディガホグだし、その運用の仕方も結構ディガホグにやっぱ似てるんですよね。で、ドバッと出すやり方っていうのも、結構全開が取れちゃうのが、まあ、この、ユニットの特徴なんですけども、戦術というか、ただやっぱり自分の場合ドバッと出してもうまくいかないんですね、なかなか。なので、そこをどうやったらうまくいくのかっていう観点でいろいろまあ悪戦苦闘してみた結果をですね、本日お話ししたいというふうに思います。で、まず早速ですね、1本目ちょっと見てもらいたいと思うんですが、こちらです。今ちょうどね、やっている対戦の中なんですけども、これ、あちなみに今日失敗もう1個混ぜていこうと思いますので、合計で4本動画、リプレイですね、見ていこうと思ってます。やっぱ一番シンプルなのは、僕はやっぱ突撃艦のスパビズからやるパターンですかね。まあ、こう、タウンホールが狙える場合っていうのは、タウンホールをこう、スパビズで落としてしまって、で、それと同時に周辺のカットをゴリゴリとこうやっちゃう感じですね。で、それができてしまうと、結構いい感じでドラゴンのルートができるので、真ん中ら辺にこう、スパビズを落として、そこから、なんていうのかな、外周部分にかけたカットができるような配置っていうのは、すごくね、この戦術がやりやすいなというふうに思います。これね、ちょっと、パピーが邪魔だったんですけども、この編成で、ちょっとまあ、話が取れますけどね、援軍を釣ってしまいかねない場合っていうのは、必ずアーチャーとポイズン持っていくといいですね。こんな感じで種類ができるので、結構便利です。で、この三次側ですね、こちらの方を、ベビードラゴンを使ってカットしていって、ドラゴンここです。ドラゴンを、ドラゴンと、まあ、ドラゴンライダーかな。こいつらを、ドバッとここからこういう風に回していくって感じですね。まあ、キングクイーンはその、外周側からこう歩かせていきつつ、ロイヤルチャンピオンを、9時方面から当てていく。まあ、このロイヤルチャンピオンはこっちで当ててもまあ良かったんですけども、まあ、ドラゴンたちの進行を見ながらね、考えようと思ってました。結構早めにババキンがやられちゃったんで、まあ、仕方なく、ここで、9時方面の、投石機のあたりに出していたって感じですね。本当はこの辺の迫撃砲とかね、この辺カットしとかないと、ディガホグと同じで、そのディガーって、その壁際の方をカットしないと流れちゃうし、あと、ホグライダーもそうですよね。壁際のこういう防衛カットしないと真ん中の方に集まっててくれないんで、しっかりと、外周部分はヒーローでカットするっていうのが大事ですね。で、こうすることによって、まあ、1匹ドラゴン揃っちゃいましたけども、ある程度中心部分にこうまとまって入っていきました。で、ここでばらけるなと思ったんで、ばらけるとこまでトウモを我慢しておいて、ばらけた後も、トウモの効果で一定の、戦果を上げられるように、まあ、仕組んだ、です、いう感じですかね。まあ、仕組んだと言っても、まあ、なんていうのかな、あんまりなんかかっこいいトウモになってた気はしないですけどね。まあでも、こんな感じで相手のまあ防衛結構、対空砲はまだ全然レベル、最大レベルがなかったかな。なんですけど、こっちもね、ドラゴンレベル低いし、なんなら、ユニコーン工事中でいないんですけども、こんな感じで、しっかりと、区画のカットをしてあげれば、ドラゴンたちが進行してくれるっていうのは、まあ、このアタックからもわかるところかなというふうに思います。こんな感じで、時間もね、結構余るんですね、このパターンでいくと。しっかりと突撃艦のスパビズパートで、削りを入れておくことによって、ドラゴンたちと、あと、このドラゴンライダーが大量に生き残ってくれるので、中盤から終盤にかけての突破力が結構高いんですよね。のおかげで、まあ、時間的にこれどんなものだったかな。2分、そうか、30秒強、まあ、40秒弱ぐらいですね。はい、これぐらいでいけてしまいます。まあ、20秒間ぐらいのやっぱ余裕があるっていうのは、少し気持ちの面で楽かなってところですね。では、次のパターンいってみましょう。こちらもですね、序盤にカットをするパターンですね。こちらになります。はい、ではこちらですね、見ていきたいと思うんですけども、プチ天才と言われるですね、ロイヤルチャンピオンにこのライトニングとクエイクを使って、で、ある一定の区画を削ってから、攻めていくっていうパターンですね。今回狙ったのはこっち側です。この部分に、ロイヤルチャンピオンを当てていきながら、ホーミングシールドも使って、この辺の防衛を全部こう壊していきます。で、ドラゴンたちをここから出していくっていう感じですね。こんな風に出していく。で、キングとクイーンっていう感じですね。はい。
で外周流し、まあ、そんな感じのプランニングになってくるんですけども、まずね、ロイヤルチャンピオン、これ使う場合の一つコツは、あんまり先打ちでクエイク打たないことですね。これやってしまうと、ロイヤルチャンピオンがですね、やっぱり、ホミングシールド投げるまでに少し時間がかかるじゃないですか。そこで、大工さんがタンホール14の場合、施設を回復しちゃうんで、クエイクライトニングの効果っていうのが、半減しちゃうケースが多々あるんですね。なんで、もう先に打っておきたい気持ちはもう山々あるんですけども、ロイジャーを出したらクエイクをタップして、打つタイミングを測っておいて、クエイク、ホーミングシールド、ライティングボンボンみたいな感じで打っていくっていうのが、まあ、外れはないのかなって思いますね。で、まあ、このカットはあまりよろしくなかったですね。これ、ベビドラで本当はこう狙ったんですけども、全然、あさっての方向にこいつ行ってくれちゃったもんなので、少しカットが不十分ですけども、形としてはまあいいですね。ドラゴンとドラゴンライダーがしっかりと中心部分にこう向かっていってくれる。で、外周は、バーバリアンキングとアーチャークイーンでカットしていくと。で、後ろから突撃艦を投げていって、ターンフォローを狙っていくっていうパターンですね。これ。ボマンを使う場合と、突撃艦を使う場合って、こう、いろいろ、今使い分けているんですけども、ボマンを使った方が、安定感は、やっぱ全開に向けての安定感はあるかなっていう気がやっぱしますね。まあ、一方、突撃艦を使えば、まあ、当然、じゃ当然かもしれないですけども、星1をするリスクが結構減ります。こんな感じで、フリーズで止めていくっていうパターンないしは、レイジを一発打ってあげると必ずタウンホールが壊せます。中身は、レベルマックスのバルーンとドラゴンライダーですね。この組み合わせが結構いいかなと思っていて。それを使うことによってこんな感じでですね、タウンホールを破壊して、で、それができるとドラゴンたちがタウンホールのこのポイズン効果の中に入らずに済むので、後々のその伸びが期待できるっていうところですかね。ただまあこれも当然タウンホールの場所とかにも影響していて、タウンホール側から攻めたりなんかする場合にはあんまり無理してですね、ポイズンじゃないわ、突撃艦かを使ってもあんまり戦果が上がらないので、こういうふうにタウンホールの遠くから攻めるっていうパターンの場合にこれが使えるって思っておいた方がいいのかなっていう気はしますね。はい。でですね、これが二つ目。やっぱりですね、序盤にこう、スパウィズを使うないしは、ロイヤルチャンピオンを使って区画を破壊しておくっていうことをすると、その後の伸びが結構、違ってくるかなっていうのが、わかるかなと思います。まあ、わかるかなっていうか、まあ、比較がないんでわかんないかもしれないですけども、ちょっとね、比較も一番最後に、失敗例として載せますので、じゃあもう一個だけ、次のパターン行ってみたいというふうに思います。はい。で、こちらですね。これはね、ちょっとね、癖があるというか、上級者って言うと、なんか自分が上級者だって言ってるようで、少し、まあ、難しさはあるんですけども、ちょっと難しいと思います。これ、ロケットバルーンを使った方法なんですけども、ロケットバルーンを使って、今回はこのボマの中にスパウィズを入れてるんですね。で、まあ、必ずしも別にこのスパウィズを使う必要はないんですが、こんな風に、ロケットバルーンって対空砲とか、特にこっちからね、あと対空砲を壊すのにロケバル出すんですけども、ね、そういうところも見ていてください。だいぶ、村のその主要防衛を意図的にこう潰すことができちゃうんですね。これが結構、美味しくって、ですね、アーチャーで上に、この、なんだっけ、ラバハンド、アイゴレを釣りながら、北方面からですね、こう、ロケバルを使ってこの辺狙っていきます。こういう風にですね。こういう風にというか、まあ、これからやるんだけども、今、アーチャーを出してるとこかな。で、ロケバル出していって、はい、これで対空砲2個で潰せるんですね、こういう風に。目の前に大工さんとかっても、結構落下ダメージ結構でかいんですよね、ロケバルって。で、こっち側も同じですね。1個バルーン出して、ホーミングチェックしておいて、ロケバル出していって、これでそのまま対空砲まで届かせると。1体途中で落とされても、1体の攻撃プラス落下ダメージ2個分で潰せますんで。で、これ、前回までいかなかったんで、先言っとくと。これね、ポイズン一生懸命タップしたんですけども、アーチャー君がこのキワキワにいるせいで、ポイズンが全然落ちなくて、おーっとやってるうちに、こうなって、おーのーっていう感じよね。これ、もう思いっきりアーチャー君一個でクロークを吐かされてしまって、この後が続かなくなっちゃった。もう虫の息ですよ。本当にもう。今のクロック 5タップじゃなくて本当に勝手に発動しちゃったからね、もうショックでした。まあ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 、で、その結果、防衛は全部壊せたんだけども、外周の回収が終わんなかったっていう話なんですけど、援軍処理とかもちょっともう少しスムーズにできると良かったかもしれないですね。でもこんな感じで、序盤に、スパウィズでこれドカンと削れるじゃないですか。で、削った上にこっち側も、こう、対空砲があったところを削れているんですね。で、これが削れた理由っていうのは、やっぱりもうロケットバルーンがいたからに他ならなくって、そのロケットバルーンでここを削ることができたからこそ、ベビドラでその外側、この辺削っていって、ドラゴンたちの進行ルートを確保することができたって感じですね、こういう風に。
こんな感じですね。で、最終区画もやっぱりこう対空砲が最後の一歩残ってくるので、あんまりね、あのアーチャークイーンとか相手のインフェルノに捕まってる間に対空砲撃たれるのは嫌だなと思って、まあ、あらかじめこう壊しておきました。まあ、それが今回ね、あの多少功を奏したところはあって、防衛全部潰れた理由っていうのはまあそこにあったのかなというふうに思います。こんな感じですね。相手の着衣を潰しの、ロイヤルチャンピオンはマルチまで壊してくれたんだけども、そこから先がちょっと伸び悩んじゃったって感じですね。これ12秒でこんだけ施設が残ってたらどうしようもないんで、この辺外周歩いてくれたアーチャークイーンがこうウィーンってこうねやってくれる、あの僕の想定がもう最初のポイズンで全部崩れましたねショッキングだったな、これ本当にもうなんだよと思って、途中までめっちゃ良かったのになみたいな。まあ、なんですけども、これもそうですね。相手のタウンホールレベルがまだ1個で上がってないよっていうことと、対空砲のレベルマックスではないっていう点はあります。ただこっちも、ユニコーンはいないし、あと、ドラゴンのレベルっていうのも全然マックスにはなってないっていうところからすると、やっぱりですね、その力加減っていうのは、どっちも、伸びしろがあるっていう意味で、必ずしも攻め手側優位だけっていうふうにはまあ言えない状態で攻めれてるのかなというふうに思います。なので、まあこれがちゃんと戦力が整って、まあ、ペットのレベルもちゃんと上がってっていうふうになってくると、カンス村でもこういう攻め方で全然いけるのかなっていう。そこなんですけども、まあ、見てもらって分かるように、このロケットバルーンをね、どこにどういう風に使っていくのかっていうのは結構、配置に合わせたその臨機応変さっていうのがどうしてもこれ求められてしまうと思うんで、対戦の村とかで僕もこうしっかり考えてるからこれできるものの、この30秒間で、レジェンドでプランニングしろって言ったら絶対無理ですよね。こう、ではね、できやしないと、という風に思うんですね。なので、まあ、ある程度こう、ゆっくり考えてプランニングが練れるときに、まあ、使えるパターンかなっていう風に思っていて、まあそうですね、レジェンドでやるんだったら今ちょっとやっぱり慣れが伴えばできるかなと思っていて、こんなような編成で今レジェンド回しています。ジョーカーさんとかね、あと誰だろう、ユダさんもやってるのかな、皆さんレジェンドでねスパ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 これで取ってらっしゃるんですけども、僕そこまでねスキルないので悲しいかな。まあ、なのでね、少し、小技というかね、手を込んでやっていく方が、まあ、自分には向いてるかなっていう感じですかね。はい。まあ、こういうふうに、プランニングっていうのが、その場で一気にできちゃうと、レジェンドでもこういうね、形で、スーパーバルーンを混ぜながら、ロケットバルーンかな、混ぜながら上手にこう、プランを作って全開できていくのかなと思います。で、まあ、優先順位的にはやれるんだったら僕は突撃艦スパビズから始めるのがいいかなっていう気がしますかね。で、あとそれがダメだった場合にはロイヤルチャンピオンのホーミングシールドを使ったプチ天才っていうか、で最後はこうロケットバルーンを使ったっていうこの3つのパターンが、まあ、自分の中で今のところ使いやすいかなっていう気が。それ以外にもやるとしたら、ドラグバットですね。ドラグバットも今回の、ドラゴンプラスドラゴンライダーの組み合わせで結構使い勝手が良くなっています。で、まあ、それに関しては別のところで動画も上げますし、過去動画で、ね、見てもらえるのでぜひ、ね、ドラグバットの動画を見てみて、その中でドラゴンを少しドラゴンライダーに置き換える、3体ぐらいで十分かなと思います。まあ、3体4体ぐらい置き換えて使ってみるっていうのがいいのかなっていうところですかね。で、あとはどうだろうな、ツーサイドって呼ばれるヒーローだけを使って、序盤カットを入れていって、で、残ったところを、ラバルを回していくみたいな、スーサイドラバルってよく聞きますけども、あんなようなパターンで、ヒーローパートを序盤使ってスーサイドから入っていくっていうのもありですね。まあ、ただ結構それ難しいので、慣れてない方がやろうと思って少し抵抗があるというか、最初伸び悩むかなっていう気はします。まあ、今回みたいにある程度ですね、型にはめて潰すっていう方法を取るんだとしたら、まあ、今回紹介した、2つプラスロケットバルーンを使った方法っていうのが型にははめやすいかなっていう感じですかね。はい。で、最後にですね、1本だけ、失敗リプレイ上げていきます。こんな風なパターンになるとこの攻め方失敗しますよっていうところをね、1個見てもらって今日終わりにしたいというふうに思いますので、最後こちらどうぞ。はい、こちらですね、典型的な失敗例です。これ星1をかました、最悪なアタックだったんですけども、レジェンドで攻めています。で、さっきのお話しした2つ目のパターンですね、ロイヤルチャンピオンに、ライトニングクエイクを持たせてあげてプチ天才と言われるね、形で攻めていきます。ここのところを狙っていくわけなんですけども、結構ね、戦果としては序盤良かったと思うんですね。ロイヤルチャンピオンでやる仕事は割とここ綺麗に決まってます。で、ドラゴンたちをこの上の方からこう出していきながら、
キングクイーンを外周に歩かせるという、まあ、そんな感じのプランで突撃艦をタウンホールですねっていう感じで考えてたんですけども、まずロイヤルチャンピオンはこんな感じですね。ホビングシュートここで発動してあげて、カットを結構進めていきます。フリーズ一発使いました。で、ライトニングでスケルトンを潰しながら、シングルインフェルノにもダメージを与えていって、で、対空砲に一本折ってって感じですね。まあ別に悪くないですよね。こんな感じでだいぶ序盤のカットができたんで、あとは、持てたスニゴブと、ベビードラゴンでこう、カットをしていって、で、最終的にはドラゴンの進行につなげていくっていうパターンだったんですけども、これはね、何が悪かったかっていうと、さっき言った、ちゃんとドラゴンたちを壁の中に誘導するっていうところが全然できてなかったんですね。これも大失敗です。で、今回みたいなパターンでいくんであれば、これね、こんなところからキングとクイーン出すべきじゃないんですね。キングクイーンって思いっきりこの相手のババキに捕まっちゃって、これ前進できてないじゃないですか。その間にもうドラゴンたちがこう出てきちゃってるもんだから、みんなこの辺目がけちゃうんですよ。こっちにこう。で、そうなってくるともうこれ相手の思うツボで、中心部分にあるイーグル砲とか投石機みたいなところっていうのに全然こうアプローチしないような格好になってきちゃってるんですね。レイジもちょっとね、奥側に打ちついちゃってるし、これもったいよね。で、対空砲にフリーズかけたりなんかして、一生懸命ね、このイーグルと対空、うまいこと両方ともフリーズ入んないかなとかまで頑張ってたんですけども、そんなことをね、している時にも、これ、こんだけ横に取れちゃってるんで、こいつらが仕事しないわけですよ、中心部分で。中に入ったらもう一匹のドラゴンが今やられちゃって、もう一匹にドラゴンライダーが入ってくれたけども、全然これ一匹じゃもうどうしようもないよっていう感じ。で、タウンホールに届かせるところでもこれですね。トルネードを食らっちゃったのかな。で、タウンホールに、バルーンが届かず、タウンホールが落ちずっていう感じですね。後から合流してきたドラゴンライダーたちも全然もう、中心部分のイーグル砲と投石に打たれまくっちゃって怒っちゃうという感じ。まあ、ですね、まあ、さっき言いましたけども、ドラゴンとドラゴンライダーって、もうとにかく出せば全開できるって言われたら、当然ながらないんですね。組み合わせとしてはめちゃくちゃ強いんですけども、しっかりとカットをして、ある程度限られたところを通していくような使い方をしないと全然うまくはいかなくって。で、うまくいってる人のアタックっていうのは、それがちゃんとできているからうまくいってるって思った方がいいかなっていうふうに思います。今みたいなパターンで、完全にこう外周に流れちゃったりなんかしちゃうとアウトですね。なんじゃなくって、序盤ここロイちゃんでカットができているんだったら、しっかりとドラゴンライダーとドラゴンをこの面から出してあげて、まあ、ドラドラですね。出してあげて、こちら側に誘導していくんだから、こういう風に誘導していくわけですよ。キングクイーン、ここでよかったんですね。こういう風に出してあげて、ここをカットしていけば、この辺も含めてね、カットしていけば、嫌でも、膨らんだドラゴンたちがこう中心に入っていくようなルートが描けるじゃないですか。で、こうなってくると、中心部分から防衛を潰していくことができて、だいぶ伸びが違ったし、突撃艦が、タウンホールに届かなかったとしても、後ろから来るドラゴン、まあ、ドラゴンライダーがタウンホールに到達してくれたっていうこともワンチャン考えられたと思うんですけど、外周流れたらもうそれはないですよね。ひたすら撃たれるしかないっていうもう苦痛の時間を味わっちゃうんで、こうならないようにですね、しっかりとカットをするっていうところを意識しながら使ってみてもらえると、この組み合わせはすごく強いというふうに思いますし、その時、やっぱりその壁の外をカットするのはドラゴン、あとバーバリアンキングとアーチャークイーンの仕事。で、壁の中側のカットをしていくときに、突撃艦スパビズを使うのか、ロイヤルチャンピオンに、ライトニングクエイクを当てた、まあ、プチ天才というのを使うのか、ないしは、ロケットバルーンを使っていって少し内側までこう削りを入れていくみたいなことをするのか、まあ、あとはまあ場合によってはライドラを使うって言っても結構あると思いますね。この辺を織り交ぜながら、いかにドラゴンたちの、ルートを限定して壁の中の主要防衛を壊す道筋に流し込んでいくかっていうのを、考えながら使ってみてもらうと、この編成すごく強いと思うので、ぜひですね、他の YouTuber の方の、編成ですね、このユニットの組み合わせをこう見て真似しながら、運用としてはそういうところに気をつけてもらうとすごくいいかなというふうに思います。はい、というところでですね、実は本日初めてこれ MacBook でね、動画を撮ってます。ちょっとね、うまくいかなくて、勝手がね、Windows、Mac 全然その動画の編集ソフトが同じものを使ってるんですけど、うまくいかなくて、ちょっとね、仕上がりがどうなるか心配ではありますけども、うまくね、仕上がっていることを願いながら、本日終わりにしたいというふうに思います。で、私のチャンネルなんですけども、タウンホール12から14までのですね、クラン対戦のアタックの解説系の動画、中心に配信をしております。やっぱり対戦で星さんが取れるかどうかって大きなポイントになってくるかと思いますので、そこで悩んでる方の参考になる動画、これからもお届けしてまいります。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、また今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日はこれで終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。